今週も楽しくおしゃれに。ゴルジャー当河北ゴルフクラブの特徴は全体的に山の地形を存分に生かした丘陵コースです。シングルプレイヤーも楽しめ、攻略性も高く、池を望みながらプレーを進めるホールもあり、山の景観も含めて楽しんでください。レッスンを担当するのはゴルフテック人気インストラクター吉田幸太郎プロです。さあ吉田プロ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今週は、はいはい、今週と来週にかけてはですね、まあ、ゴルフ場で陥りやすいミスに対しての、まあ、よりマネージメント的な部分ですね、ここでワンランクアップのゴルフができるような、そういったお話ができればなと思っております。で今日はですね、ここのティーイングエリアからの、まあ、考え方、立ち方ですね、そこをお話ししたいと思います。なるほど、はい。今回はゴルジョの平井彩香さんと一緒にコースマネージメントについて考えてみましょう。お、あ、めっちゃ左に。いいの。さあまず打っていただきまして、はい、何か考えて打ちました？いや、もう特には何も考えずに、とりあえずグリーン方向にっていうのを、はい、感じで。今の平井さんのミスとしてはですね、あの右側にティーアップをして、そこからピンの方向に向くと、まあ、左の林がこう出てきているので、ここはまあしっかり右サイドを広く使っていきながら攻めていければ、必ず打つ前にティーイングエリアの右側と左側からどっちが広いかもちゃんと自分で理解をした状態でティーアップすると。おお、よいしょ。なるほど、はい、いかがでしたか？はい、なんかこう1球目と違ってこう見え方も広く感じたし、心に余裕を持ってドライバーを打つことができました。それでは総括をお願いします。はい、ティーショット失敗しやすい方はティーイングエリアの選択ですね、ここ気をつけてみてください。はい、それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。